ボビー・キーズはアメリカ合衆国テキサス州出身のミュージシャン。ローリング・ストーンズのサポートメンバーとして有名。同バンドの代表曲、ブラウニ・シュガーでのソロは名演である。幼い頃からサックスの演奏に長けており、15、6歳でバディ・ホリーのバックバンドでの演奏を経験するなど、1950年代からプロとして活動しロック界では最も活動歴が、 長い人物の一人である。その後、様々なバンドを渡り歩き、レオン・ラッセルと知り合い、デラニーボニーのバンドに参加。ブラウニシュガーなど、ストーンズの数々の楽曲の録音に参加するようになり、1970年以降、長年にわたって、ストーンズのコンサートツアーにレギュラーメンバーとして参加した。ただし、 1975年から1978年はゲスト出演のみで自身の伝記によればストーンズのファミリー離脱後キースとは青年月日が同じであるため特に仲が良かったと言われるこのためかストーンズ以外でもたびたび共演していて1979年にロンウッドがキースと共に組んだニューバーバリアンズのツアーや ヒース自身による1988年と1992年のソロツアーにおいてである。また、ストーンズ以外にも多くのミュージシャンと共演しており、ジョン・レノン、エリック・クラプトン、ジョージ・ハリースン、ザ・フーなどの大物と共演している。2014年12月2日、テネシー州フランクリンにある自宅にいて、肝臓癌により死去。70歳没。 ストーンズのメンバーとは1960年代に知り合い、1969年のアルバム、レッド・イット・ブリードでの初参加以降、1970年代を通して多くのアルバムのレコーディングに参加している。1972年から1973年にかけて行われたツアーよりサポートメンバーとして参加するが、ツアー終盤で宿泊していた。 フランスのホテルの風呂で、ドンペリニオンを100本以上、あるいは200本以上の明け浴槽を満たし、風俗場をはべらかせるという陳事を起こしたため、一時的にファミリーから離脱させられた。プロモーターからは、このドンペリ代の請求のために契約金が支払われないことになったという。このため、以降1970年代のライブにおいて、ブラウンシュガーでのサックスソロは、 ギターソロに変えられたが、ボビーによれば、これは、アルコールやドラッグによる影響だったと語っている。ただし、ゲストプレイヤーとして、たびたび共演しているほかロンウッドの呼びかけで結成されたニューバーバリアンズには、メンバーとして、またメンバーのソロアルバムへの参加など、メンバー各人との関係は続いていた。ツアーのサポートメンバーとして復帰するのは、1989年からで、ある。 きっかけは、1979年のニューバーバリアンズ、1988年のキース・リチャーズエクスペンシブ・アイノーズで活動を共にしたキースによれば、バンドに呼び戻すために、リハーサルで、ボビーに知らないうちに入り込ませて、ソロを吹かせたためで、驚いたミックがこれを機に、入り、ボビーの吹くソロの重要性に気づいて参加させることに、決まった。また、この時にミックは、 これは反論の仕様などないと答えたという。ボビーの最も著名なサックスソロを収めた、ブラウンシュガーでは、感想をどうするかという意見が出された際、自ら志願する形で、ソロが取られることとなった。キースによれば、出だし、ほんの数音符吹いただけで素晴らしいものだと思ったという。また、ブラウンシュガーが収められた、アルバム、スティッキーフィンガーズの収録曲、 キャン・ユー・ヒア・ミー・ノッキングでも本来前半のボーカル部分のみのであるはずだったが、後半のジャムが収められることになったのは、ボビーのソロの出来栄えが良かったためだったという。なお、同曲は長年ライブでは演奏されなかったが、バンド40周年のツアー、リックスツアーにて、初めて演奏され、同ツアーのハイライトの一つとなっている。対人関係の悪化より解散の危機にあった。 ストーンズが見事カムバックを果たした直後から行われたワールドツアーからは以降すべてのツアーでサポートメンバーとしてブラウニシュガーやミスユーといったナンバーでサックスソロを聴かせ会場を大いに沸かせるのが恒例となっていた。しかし2012年から2014年にかけて行われているツアーにも参加していたものの延期されていたオセアニア公演には 体調不良のため参加できなかった。また、キースは、ボビーのバンドへの貢献について、ボビーは、ギターバンドであるストーンズのサウンドに、自分の才能を馴染ませるすごい才能を持っていたと、語っている。ありがとうございます。